チャオ、こんにちは。パスタマニアです。今日はニンニクや玉ねぎを使わない正統派のアマトリチャーナ、グアンチャールの代わりにパンチェッタを使って白ワインでしっかりソテー、濃厚なトマトピューレとペコリーノロマーノチーズで仕上げるだけです。シンプルながら飽きのこない味わいでした。それではご視聴よろしくお願いします。ペコリーノロマーノチーズ、ちょっと塩気が多いチーズですけど、これをまずすっておきます。自家製のパンチェッタ、今日はちょっと油多めのパンチェッタを使います。本当はグアンチャールを使いたいところですが、なかなか手に入らないので、まあなければベーコンでも大丈夫ですね。大体1センチぐらいの幅でカット。セミが鳴いてますね。ちょっとオリーブオイル垂らしてこんがり炒めていきます。この脂身をじっくり引き出すというところがポイントですかね。かなり油出ますんでね、まあ、気になる人はここでキッチンペーパーで吸っちゃって取れた方がいいかも。僕はこのままいっちゃいます。白ワインですね。火を止めてから入れた方が今みたいに早いようになるんですね。ここでちょっとアルコール分を飛ばします。中火の酸味もね、なくした方が美味しいですね。今度はトマトピューレを全部混ぜちゃいます。もともと濃厚なピューレなんで結構作るの早いですね。そしてすりおろしたペコリーノロマーノチーズをたっぷり、後で飾りますので少し残しておきます。あと少しこれ煮詰めますね。パスタの塩分濃度大体 1.5% で茹でていきます。本当はブカティーニとかちょっとかなり太いパスタを使うのが多いけど、ここはスパゲッティ 1.9mm です。ブロンズ串がね、ちょっと表面がザラザラしたタイプですね。しっかり茹で時間守ります。あとはソースに絡ませます。だいたい弱火で、あれでしたらもう火止めちゃっても大丈夫ですね。盛り付けます。すごいシンプルですよね。最後残りのソースまでしっかりかけときます。あとまたチーズをさらに振って、黒胡椒をかけます。
です。さあ、いただきます。アマトリチャーナ、ニンニクなし、玉ねぎなし、パンチェッタとトマトソースとチーズのみの正式なアマトリチャーナレシピです。どうでしょうか。美味しいですね。この雪のようにすったチーズが塩気があってね、全然今日は味付けしてなかったので大丈夫かなと思ったら、パンチェッタとこのペコリーノの塩気で大丈夫でした。これ唐辛子入れても美味しいね。はい、ごちそうさまでした。とても美味しかったです。前回もね、何回かアマトリチャーナ作ったんですけども、今回変えたのは本当のアマトリチャーナの作り方っていうのを、見まして、どうやらやっぱり玉ねぎやニンニクを入れないっていうのが本式らしいですね。今まで作ってたのは大体もう必ずと言っていいほどニンニクを入れてたので、今回その入れなかったことによってどうなるのかなと思って作ってみたところ、ペコリーノチーズ、少し塩気がありますけど、そのペコリーノチーズとパンチェッタの旨味がよくこう引き出された感じでしたかね。本来はそのパンチェッタもグアンチャーレっていう頬肉、油気の多い頬肉を使うんですけども、そこは頬肉なかなか手に入らないんでパンチェッタにしましたけど、なるべく脂身の多いパンチェッタにしてみました。そうしたところ大変美味しくできましたね。でも最後にちょっと味変で唐辛子のオイルを加えてみましたけど、そしたらよりさらにまたこう味変で美味しくなりました。だから結構その甘めの塩気のあるペコリーノチーズとパンチェッタを白ワインでフランベしたソース、あと濃いめのトマトピューレ、この3つがこう絡み合ったことでなんかこう深い味わいになったのかなと思いました。一緒に食べた人も、じゃあ前回とは全然味が違うねっていうことでしたので、これが正解なのかなっていうふうに一歩近づけたような気がしましたね。では今日はアマトリチャーナをお届けいたしました。また次回の動画でお目にかかれたら嬉しいです。ではまた。チャオチャオ。チベディアムチャオ。